久しぶりに彼女に会いに来た。おかえり。ただいま。最近どう？粛々と生きてます。これからどうするの？まあ粛々と相変わらずだね。でなんで来たの？なんとなく前も言ってた。聞こうな。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。2017年3月8日9日0時になりますので、本日も開始したいと思います。はい、キコーナチャンネル関西版、本日はですね、キコーナ伏せ店から生放送をいたしております。はい、お願いします。すいすぎ店長、すいすぎ店長、はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。キコーナ伏せ店からは、2017年、はい、1回目のあ、そうですか。初めて、3月になったんですけど、はい、はい、もう久々に帰ってきましたね。そうですね、はい。はい、久々に帰ってきて、ヤブシーさんも、はい、お久しぶりです。お久しぶりでございます。もう半年ぶりぐらいですか？そうですね、多分長いこと出てないと思います。放送にはお久しぶりということで、皆さんもね、お久しぶりですということで、そして、伏せ店からは新顔のニューフェイス、はい、登場ということで、じゃあどうしましょう、自己紹介していただきましょうか。はい、かしこまりました。今ものすごく手合わせがすごいんですけども、中央にいる私は神崎と申します。はい、神崎さん、はい、入社してから12ヶ月目です。まだ、じゃあ新卒ということで、はい、じゃあこの春が来たら2年目と。そうですね。もう、はい、森店長がね、くつろぎすぎでしょ。もう一人舞台になってますけどね。今日はでももう基本的には神崎さんメインで。そうですね。はい、森店長と矢部さんは神崎さんを見守るという形で、はい、もうそれだけの、はい、新卒だとこれもう課長クラスやろう。新卒にしては係長以上な確実な貫禄がありますねって。あ、皆さんからも貫禄が、ちょっとね、せっかくですんでね、皆さんからもね、こう放送で名前をね、いただいたり、また天の声でいただいたりしながら、放送進行していきたいと思うんですが、そうですね、はい、伏せ店からね、久々の放送ということで、お店からのお知らせ、先にもう1時間になって、放送時間もね、1時間になりましたから、ちょっと情報はぎゅっと濃縮、失礼しました、濃縮していきましょう。貫禄がありすぎやろ。特にはないですね。特には特になかった。特になかった、まあ、3月の16日一応入れ替え予定となっておりますので。なるほど、はい、来週の入れ替えにちょっと注目していただいて、はいはい、そうですね、寝台打ちたいと、寝台遊びたいという方は、はい、来週大量に、はい、お大量に大量に何もしないですけど何もしないんですけど、はい、まあ、この辺は P ワールドや LINE アットと、はい、情報ね、手に入れていただいて、はい、よろしくお願いしますということで、ヤブシーさんからも大丈夫ですか、お店からのお知らせは。大丈夫です。大丈夫です。何もなかったのかよっていうね。神崎さんからも大丈夫ですか。はい、大丈夫です。大丈夫です。手汗を気にしすぎだよ。ということで、森店長、はい、今日は何しましょう。今日はね、ちょっと僕が花火を、はい、打ちたい、打ちたすぎて、もともとね、はい、パチンコを打つ予定だったんですけど、はい、ただただ僕が花火打ちたいと。森店長、吸いすぎ店長のもう打ちたい機会を、はい、そうですね、打ち倒そうということで、はいはい、ということで花火になりました。花火になりましたということでね、はい、じゃあ、神崎さんももちろん花火は打てる。森店長が打ってるのを横で見る。でね、応援するかな。応援するかな。伏せてね、せっかくね、5台花火ありますから。はい、全員、はい、全員行きますか、並んで。とりあえず、じゃあ、花火の方着席しましょうか。はい、花火やったら帰っていいかって。待って。神崎さんもね、ちょっとね、この辺り、係長クラスの貫禄とかいろいろ言われてますからね。神崎さんの。じゃあ、僕、真ん中座ります。掘り下げていきたいと思います。じゃあ、僕、その右行かしてもらいます。いつもね。一番奥一人離れるの、あ、違います。カメラ的なことを考えて、こう角台に座っていただけるとありがたいかなというね。あ、
このね、じゃあそっち行く？あ、では、はい。コメントもね、たくさんありがとうございます。今日も岩手からお晩です。モンキーターンとかがあるのに、まさかの花火やるのって。いやいや、もう花火しかないっす、はい、もう花火しかない。逆に言うとね、こんばんは、久々の伏せ楽しみだということでね、福島県からもこんばんは、久々に 見に来れたということでありがとうございます。まあ、でも1時間になったんでね、そうですね、はい、そうですね、パチンコ打って当たらないなんてなったらね、ちょっと寂しいですね、皆さんにね、お見せするところが、ということでカメラの方もね、セッティングさせていただきましたので、ちょっと森店長、はい、水石店長、花火大好きということですので、はい、ちょっとこの辺りはね、花火打ったことないっていう方のためにもちょっとレクチャーしつつ、まあ、僕も打ったことないですけどね打ったことないんかい打ったことない、まあ、僕もね、まあ、そんなめちゃめちゃ詳しいわけではないんで、はい、まあ、通常の打ち方ぐらいしか、あ、なるほどね、はい、じゃあその辺りも打ったことないほぼ打ったことない、もうでも今更ですよね、はい、今更感はね、このチャンネルを見てる方で花火の打ち方知らないという、はい、そんなはね、はい、そんな方はね、はい、いらっしゃらないと思いますので、そんな僕が説明するなんておこがましい、おこがましい、はい、まあ、はい、適当にライター動画とかをググってくださいということで、そうですね、じゃあ皆さんで花火打っていきましょうか、はい、花火だから帰っていいか、同じく帰ろうかな、寝ようかな基本的に花火面白いですよ、基本的に放送で A タイプ地味なんやっていや、そんなこと言ったら伏せ点ほぼジャグラーじゃないですか伏せ点もね、長い間延べで言うともう結構放送してますからね、伏せ点で、水石店長来て来られてから、はい、もう1年と3ヶ月ぐらいですか、ね、はいかないですもんね、はい、1年3ヶ月、ちょっとね、はい、神崎が超初心者なんですよね、あ、スロットに関しては、はい、まあ、ちょっとメダルを入れる感じがね、初心者感は出てますよね、神崎のために説明しますけど、第一リールはまずこののれん絵柄を狙ってほしいですね、はい、おこれなん狙えますか、神崎さん狙われへんかった、狙われないのれん、ね、早い感じ、これな、あ、それ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 、店長がいいけど、はい、はい、のれん絵柄が止まったら、はいはいはい、右打ち、振り打ちをしてください、はい、右を、振り、もういろいろとダメだ、まあ、目押しに関しては、花火はそこまでシビアじゃなくても、そうですね、ある程度できたら打てると思いますけどね、はい、追いカメラ、新卒バッターの和田にアングル気使ってやるよ大丈夫ですか、中日の和田はいないですよ、今日は気候なラジオで楽しもうかということで、ね、ちょっと絵的にね、地味だと言われてますので、店長ものれんが狙えないんですよ神崎さんのれん止まったら、はい、次は右を押す、はい、のれんが止まったら、のれんがね、止まらないんですわ、店長、そこまで行ったら、とりあえず声かけて間違いない、そこからのスタートなんでなるほどね、のれんが止まるところからね、スロットコーナーも今日明るめなのね、ということでね、ちょっとね、バラエティー、あ、止まりましたね、あ、止まりました、止まりました、あ、ほんま、じゃあ右を押してください、で、その氷が転廃したら氷を狙うと、氷をで、はい、何も転廃してないんで、そのまま押してもらって大丈夫です、はい、で、僕ははい、水石店長の龍の、あ、え、今氷を転廃して店長今、まさにあなたの理由、氷が転廃して氷が転廃して、はい、こう7を狙う、上に氷あるんで、はい、狙うと、7を狙ったらそのまま揃ってくれるよと、揃うときは成立してるときは取りこぼしなくいけるよと、バーサスにもね、移動しようとかね、もう花火のリーチ目とか覚えるのも面倒いそうですね、まあ、今日もしね、ヘビーの花火プレイヤーの方はちょっと水石店長のリールに注目していただいて、リーチ目出てんぞみたいなね、ツッコミで入れていただいたら、そうですね、打ったことないっていう初心者の方は神崎さんと一緒にちょっと打ち方を一歩一歩学んでいただければと思います。店長は花火でいいけど、ヤブッシーは A タイプじゃない、大打てよ。
ヤブシさんも花火は？僕大好きです。あ、大好き。はい、1回目しかまだ1回しかやったことないですけど、もういろいろと矛盾がやばいわ。来た、ここに赤7が狙ってくれたらいい。赤7がちょっとカズさん見えにくい感じですかね。それスロットをパチンコみたいに並べてるのかって。こんばんは、今日も相変わらず中国の福建省から見てますってことでね、コメントもありがとうございます。関東がモンキー3やってる、関東行こうかなって。ちょっとね、モンキー3ね、モンキー3。じゃあ行く前に、はい、行く前に神崎のその、あ、なんていうのだけ、そうですね、せっかくですから天の声で、それだけ募集、名前案を考えていただければと思いますので、いつも通り天の声でコメントで新卒神崎さんのキコーナチャンネル用の名前をねコメントでいただければと思います。今から天の声募集したいと思います。大募集中です。神崎頑張ー、神崎頑張ーということでね、新卒係長ただの神崎、なんで係長になってるの。これ初心者放送ならもっと本当の初心者用に説明してあげたらいいのに。それはね、もう必勝本とかガイドワークスとかにねお任せします。お、いろいろとねいただきますね。ピヨピヨさんとかザキカン、名前を決める前にスペックとかちょっと情報が欲しいという店長。神崎の情報で。そうですね、せっかくですから神崎の情報、そこの名前に取り入れたいということですので、神崎さん、はい、ちょっと名前以外の情報をねどんどんいただければと思うんですが、名前以外の情報ですか。はい、僕小学校からずっと野球はやってました。おっと、ということはもちろん高校の時も、高校時代も、はい、高校球児、はい、球児で甲子園は出場できませんでしたね。お、地方は、地方、僕高校2年の時に、はい、大阪の公立高校でいたんですけど、あ、大阪はなかなか、はい、激戦ですからね。先輩方がとても強くてですね、はい、ベスト8まで上がったんですよ。あ、むちゃくちゃ強いじゃないですか。はい、で、そして神崎さんの世代は、僕らの世代全然ダメだったんですけど、はい、でも楽しかったですね高校時代は。楽しかったで終わっていいの。え、その後は、その大学時代は大学のサークルとか部活には入らずに、あー、そこで野球は、あ、でも、まさか やってたんですけど、ほう、中学校の時のメンバーから一緒に野球せえへんみたいなことを誘われて、はい、草野球みたいな形で、はい、草野球やってましたね。綺麗売り割り手の村岡監督と実は今もチームが一緒みたいなオチはないですか。いや、そういうわけはない、はい、キコーナーでも野球をやってるみたいな。やってないです。それやってないのか。この仕事はもう一本でやってます。あ、大阪でベスト8なかなかやるのとかね、野球部は好感が持てるって、うん、もうバットでいいかな名前。いや本当にね、たくさんねコメントで天の声いただきまして、もう綿棒さんはね前回出てますからね、綿棒は被っちゃうのでなしでお願いします。じゃあ決めましょう。80番までねちょっといただきたいと思います。それでは、神崎さん、はい、48番から80番の中でお好きな数字を選んでいただいて、はい、コメント番号66番。あ、まさかの水水店長。え、66番、え、66番、66番で、ええー、すいません、66番のコメントWBC 勝ったでっていう報告のちょっと選び直してたけど、これ選んだ番号のとこのコメントがそのまま、はい、そこに来てた、いろいろとね、爪楊枝とか野球ボールとか歯ブラシとかなんか日常生活用品のね名前が綿棒から日常生活用品好きする最近綿棒から脱却しましょう皆さん。もうちょっと情報を言った方がいい。なるほどね、もっとな、もう野球しかない、情報がなさすぎて皆さん生活用品の名前を入れてる可能性もねありますからね。僕ですね、はい、実はこの定着表商標についてる何言ってるか分からない取扱いドリンク表の一番下に、はい、はい、あ、え、なにこれちょっと、なんすかこれ、え、どういうこと、これちょっと僕入社してちょっとそのままにしてもらっていいですか。え、
なんかこれちょっと衝撃的なんですけど、伏せ点。はい。え、何玉交換なの？神崎さん。これ4円、1円、20円、はい、コスロー、0.2 円、全部ゼロです。はい。これゼロで。神崎さん。はい。市場価値0円ってなってるんですか？はい。でもこれあの取扱いドリンクということで、はい、でも1回ありましたよ。あ、1回代表で11ヶ月で1回、はい、1回だけスマイルくださいって0円0円スマイル0円。あ、じゃあちょっとこれは伏せ店に来た際にははい、ぜひこのドリンク表の一番そうですね右下をおすすめはやっぱり、はい、スマイルで持って帰っていいんですか神崎さんちょっと持って帰れないですね。持ち帰りはできない、はい、あの店外には出れないから出れないですね。交換できるのかよ神崎くん飲み物だったのかよそこがちょっと情報として伏せ店の、はい、ヤクルト以下っていうねあ、これはでもちょっと衝撃でしたね。人身売買じゃないのこれもちろん、出勤してる時のみいなかったらお店にいなかったら、はい、おそらく綿棒あたりが対応してくれると思いますので綿棒、ねはい、さんが綿棒ってものすごくじゃあすいません、はい、今の情報を鑑みて加味して、はい、もうちょっと出しましょうよ。じゃあそれ以外もちょっとじゃあヤブッシーさんからちょっとタコ紹介じゃないですけど神崎さんの情報いただけませんか。お店ではこんなのだよとか、まあ、プライベートはこんなんですよと。おお、ビッグカットっすよ。ビッグカットトクリプルリプレイ外しですね。そう、すいすい店長がなんかリーチ目楽しんでますけどめっちゃいいリーチ目。リーチ目を楽しんでるのか。おー、早い赤7ビッグっすね。おい、他の2人多分無言で打ちすぎだって若干とっくり君びっくりしましたけどね。何でしたっけ、神崎の情報ですか。あ、そうですそうです、矢部知事さん。まあさっき皆さんもコメントであった通りだと思うんですけど、はい、まあこの子今新卒1年目になるので22歳の年、はい、23? 今年の4月以降で23になる年やと思うんですけど、はい、まあ貫禄があると思うんですよ。もうね、皆さんもね、はい、入社して1日初めて見たときは、はい、この子はなんて子やと思って見届けたんで、中途採用かな、中途採用僕よりも年上で入社した後輩ができてしまったんで、はいはい、ちょっと心配だったんですけど、はいはい、まあまあ皆さんが感じることは僕が感じることやと思うんで、あんまり公にね言葉にしちゃうとあんま本人いるんであれですけど、いや、本人いる前にそれを言うと皆様の思う通りのあだ名をこの子につけてあげれば多分一番しっくりくるあだ名があるんじゃないかなと。まあ可愛い子ですけどね、可愛いやつですけど。神崎さん、タメ口はどうしたのよ。あら、なんかそんな今日のミッションがあるんですか。いやないですね敬語使っちゃうよね神崎さんにはあれ22歳には絶対見えない。見えないですね僕も人のことあんま言えないですけど、はいはい、ちょっと矢部氏さんも貫禄がある風に見られる。貫禄っていうか普通におっさんに見られがちですね。普通におっさんにそこは否定したいところだけど生え際はやばいとか、神崎いないときは店長かな。じゃあちょっとすいません、改めて、はいはい、たくさんね、本当にスマイリー神崎とかね、WBC 神崎、水野神崎、神崎コーチ、グローブ神崎、神崎監督、ツルピカハゲマル、つまようじ、耳かき、おかん、カンカン、神崎、明るめ神崎くん、三代目ゴッドとかね、たくさんいただいてたんですけど、はい、すいません、もう一回だけ、はい、もうこれでじゃあ決めますので、はい、神崎さんの新しい名前、数字を言ったらいいんですか。ちょっと今からね募集しますので、神崎さん本当の天の声体験してみるかって、まあ、たくさんいただきましたが、ちょっともう一度そのドリンクのね下りも加味して天の声でいただきたいと思います。神崎さんはお店伏せ店では何て呼ばれてるんですか。
水石店長は何て呼んでるんですか。誰ですか。神崎のことを。神崎はね、ちょっといろいろあだ名があるんですけど。いろいろ、あ、もうすでにある。はい。はい、結構お酒好きで。ほら。みんなでよく飲みに行ったりするんです。一緒に、はいはいはい。まあ伏せ店はね、スタッフさんみんなで飲みに行ったりする機会が多いっていうのは聞いてますが、はい。そこでのエピソードが。初めてぐらい飲みに行った時なんですけど。はい。僕めちゃ強いですよと。あら、自分で言っちゃう。はい。で、何飲むのって聞いたら、熱燗しか飲まんの。なかなか渋いところ行きましたね。熱燗と。で、まあまあその日はみんなでバーとかに行って、熱燗置いてるかな。まあ2軒目3軒目でバーとか行ってたんですけど、はいはい、そこでテキーラをこうちょっと、ああちょっと強めの、はい、何杯かゲームで負けたら一気に、ああありますね、はい、ショットでテキーラを、はい、でかなり酔っ払って、はいはい、そのバーがビルの4階ぐらいにあったと思うんですけど、はい、あ帰りちょっとみんなでエレベーターを降りて、はい、すぐに、はい、ちょっと吐いちゃったんですけど、エレベーターの中外、ビルから出てすぐのところで吐いたんですけど、その吐いた時が、はいはい、こんなの見たことないっていう吐き方やったんですけど、ゲームがバケツに入った水を、はい、イメージイメージ一気にこうひっくり返した感じの、はい、水がバシャッっていう普通吐くときってゲロゲロみたいな、まあ、おぼとかっていうような音がすると思うんですけど、はいはい、神崎の場合は、はい、バシャーやった。もうね、今のエピソードが来た途端、神崎さんのあだ名候補がゲロ崎とかリバース神崎ゲロ崎ゲロ崎ゲロゲロくんとかね、テキーラブンブンヨッパゲとかね。それ神崎さん覚えてるんですか、その時。あ、覚えてるな。これ当たりっす。あ、覚えてます、覚えてます。今氷こぼしじゃなくて、はい、多分氷こぼしの可能性。氷こぼし、はい、終わってます。はい、チェコチェコ。あ、早い。覚えてる。覚えてます。その記憶はあるんですね、飲みすぎた。あるんですよ、その時は。まあでも自分で強いと。いや、もうあの時は自分が弱いと分かりました。はい、何だったの、その強いっていうのは。いや、多分自己紹介した時に、はい、神崎酒飲めんのみたいな話になって、お酒の話になって、はい、で僕ビールとか飲まないって言って、そう、熱燗しかってね、飲まないっていうことでしょ、はい、日本酒が好きなんで、日本酒しかあまり飲まないですって言ったら、はい、多分それで強いっていうイメージ。なるほどなるほど、日本酒だったらね、アルコール度数的にも強いってことですから、はいはい、さすがにテキーラは強すぎるでしょう。そうですね、テキーラはもうできれば飲みたくないですもうそれ以降、じゃあ水杉店長だったり一緒に飲みに行く機会は、それからもいっぱい何回も、ただ、はい、それからは、はい、僕と全く行きたくなさそうそんなことないですよ、当分避けられてました。ちょっとなんか逃げてましたよね、神崎。ちょっと待ってください、ちょっとだけ待ってください。一回店の前で、はい、僕が休みの日にたまたま店に来てて、お、はいはい、で寮に帰ろうと思った時に、はい、神崎が店の前をシャッと自転車で通ったんですけど、はいはい、その時に神崎って呼んだら、はい、もちろん声かけて完全に無視されて大丈夫そこ貫禄とか関係ないですからね。あの時は気づいてなかったです。気づいてなかったふりをした。 3、4回呼んだんですけど自転車立ちこぎして逃げられましたそれは履いた日から1週間ぐらいだったあの日のまだ傷が癒えない。そうですね、ちょっとね、なんかその様子をリプレイしてほしいどんな感じだったかね、ちょっと見たい感じはするんですけどね。どういうこと。あ、なんか当たってるやん。いつの間にかレギュラー入賞してる。ということで、じゃあたくさんね、コメントで天の声で
佐々木さんの名前候補いただきましたので、改めてちょっとお酒関係の名前が多いですが、選び直していただきましょうか。あ、先にじゃあせっかくですから入賞させましょうか。これはやっぱみんなボーナスにいいんだけど、はい、あ、それそのままそのまま売ったらいいよ。佐々木さん入賞させてください。今当たってるからそのまま売ってたらメダル出てくる。やった、狙いますか。あ、レギュラー中。はい、神崎レギュラー中です。はい、じゃあ行きましょうか。神崎さん、はい、ですね、108番から、はい、160番までの中です。お好きな数字を教えてください。108番から160番まで。159番、すいません、選び直しでお願いします。選び直しで、いや、いいね、いや、これ名前かな、神崎スルーしたってよってことで、あの店長を無視したっていうことで、これちょっと選び直しましょうか。はい、あ、すいません、159番も、名前のつもりでしたということで、神崎スルーしたってよという今後ちょっとね、スルーしないように。はい、え、それ覚えてないですか。本当に気づいてなかっただけなんですか。気づいてないかったと思います。それを教えてあげる店長は素敵やな。神崎店長の声には耳に蓋してるんだよね。いやもう、はい、あれは完全に無視してました。いや違いますよ、ほんと。ちょっと一応ごめんなさいしときましょう。カメラに向かってごめんなさいしときましょう。その時のことを店長にも、この後ろのカメラにも、カメラに向かって、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。あの時はあの時はスルーして、あの時はスルーして申し訳ございませんでした。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと名前はね、神崎スルーしたってよと。名前それ以内やるんですか。え、あ、これから西村さんの名前が究極 V モンキー、西村が心が止まらないみたいな感じで、まだ長い名前が伏せで生まれました、ね、呼びにくい。また一人生まれてしまった伏せ店からめっちゃいいじゃないですか店長さっきから。あれ、いや、まだなめこありますからね。これ可能性は氷がないってことは、はい、もう、はい、あ、むちゃくちゃ綺麗な、はい、むちゃむちゃ綺麗です。お、店長の台めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいい、ちょっと光り方とかで、もう楽しみすぎでしょ。一面楽しみですわ店長。揃えない、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 揃えない。もう適当にドン挟んでボーナスだから一直線も、めちゃめちゃリーチ目楽しんで、もう告知ランプもつけちゃう今目押しミスった人が言いますね。目押しはミスってないこれね、もう適当に打ってリーチ目を楽しむみたいなね。いいな、店長の台がものすごいいいですね。お、もうヤブシさんもね、今ボーナスに行きまして、アルティチュー、僕と神崎が1回当てる間にもう店長それビッグ4回目、4回目、3回目、もう神崎のそのエピソード聞こえてなかったことにしといてあげるよもうスルー神崎、スルー神崎、神崎スルーしたってよですね。神崎スルーしたってよっていう名前ですね。はい、これから本当にね、お酒関連の、ね、名前もたくさんいただいてましたので、厚神崎とかちょっと面白いですね。厚神崎いいですね。神崎、神崎飲みすぎの新卒神崎は新卒に見えない。虫崎、玉の光、飲めないのに飲めるって言っちゃう子ものすごく多いですね。お酒は日本酒なら飲めるんですね。はい、日本酒なら飲めるんですね。日本酒は飲めます。酒豪さん、厚神崎、厚神崎なんか多いですね。ブルゾン神崎、日本酒は美味しいよね。日本酒は美味しいです、ね、もうこの辺りだったらもう伏せだったらね、いろいろな飲めるところありますからね。はい、ちょっと遠出すれば 今里新地とかの方に行ってもね、飲み屋さんいろいろありますし。あ、今里行ったことないですね。お、私もないです。ない、はい、結構近いんじゃないですか、こっちから旬徳道越えて、ね、はいはい、あっちに行けば、まあ、結構韓国料理とかね、美味しいところありますし。
結構あるって有名ですよね。はいはい、なんか隠れ昔からある割には最近隠れた穴場的な感じで紹介されたりしますので、神崎さんは普段は伏せ近辺でも飲みますけど、はい、一人でこうして自宅で飲んだりはします。あ、水杉店長するしつつもう自宅で、はい、自宅で一人で、はい、晩酌楽しんだりは。晩酌してるの大丈夫かな。そんな若い時から晩酌して大丈夫ですか。大丈夫だと思います。いや今日もね、閉店作業の時に、はい、綿棒さんとボイボイ2さんがお酒の話してましたからね、はい、どんだけ伏せ店のスタッフはお酒好きなんやっていう話なんですけどみんな好きですね。はい、はい、はいはいはい。じゃあちょっと神崎さんも、はい、皆さん2年目になったらまた後輩ができるわけじゃないですか。そうですね、あともう1ヶ月もすれば。そうですね、そうなった時にちょっとね一緒に飲みに行こうやみたいな機会もあると思いますから、はい、楽しみですね。本当にあのそんな機会があると願ってます。まあそういうねいい先輩になってほしいですけどなんかいい先輩水杉店長の圧力、また圧力が究極ボイモンキーさんとも一緒にいたりも、はい、神崎さん、はい、お世話、西村さんにはお世話になってる、はい、かなりお世話になってます、はい、いやそれだったらね、本当にちょっと来年といいますか、来月ちょっと楽しみですね。はい、非常に楽しみですね。ボイモンキーが結婚しちゃったんでね。あら、あーそうですね、ボイモンキーまさか今日いないっていうおめでとうを言いたい本人が、ボイモンキー今日休みなんで家族サービスするって言ってます。あー、もう結婚した途端にもうそういう、まあ、普通に休みなんで別にいいんですけどあ、じゃあちょっと皆さんね、あれ神崎さんそれあれ違うかな、何ですか。いや、あ、適当に狙ってみてください。じゃあちょっと皆さんからねコメントで、本人はいないんですけど、後からこの放送見返した時とかに西村さんが、はい、おめでとうのね、メッセージをちょっと今本人に届けたいと思いますので、いただければと思います。 V モンキーはもう爆発していいよねえ、じゃあ森店長の、はい、鈴木店長の方にももちろん結婚しますという報告は、そうですね、あったわけですよね。あったような気もしますなかったのえ、結婚式とかそういうのはもう全然、あ、そうですね、まあやってないです、ね、やってない、はい、え、ヤブシーさんも、はい、本人からは結婚します、どういうタイミングで聞いたんですか。あれ、なんかほんまに噂が噂で本人からは、本人からは聞いてなくて、はい、気になって本人に、はい、結婚するんですかって聞いたら、はい、うんって言われました本人から言われたわけじゃなくて、はい、本人はもう全然言ってくれなかったあららら、やぶしさんには報告なし、はい、これもし神崎さんに報告があったらちょっとことがことですよ。いやほんまにね、2年一緒に働いたのとまだ1年も一緒に働いてる、はい、ぼやきすぎや神崎さんもその噂が噂をみたいな、はい、山口主任と同じですね。はい、それこれどんなレベルですか。これ普通のチェリーやろ。これ普通のチェリー、こんなん並びましたっけ。うん、思いますか。じゃあちょっと水杉店長からもちょっとね、本人は今この場にいないですけど、はい、後から放送を見返した時用にちょっとカメラ、後ろのカメラに向かって、究極 V モンキーにね、お祝いの言葉をいただければと思います、そうですね、ちょっとざわざわしてますけどもざわざわ、ご結婚おめでとうございます。奥さんとも会ったことがあって、僕は面識がある、はい、はい、面識というか、お、コンビニの前を休みの日に、はい、ファーって通ったら、はい、コンビニの中に、はい、西村くんが仲良さそうな、見えて、はいはい、で、あ、
彼女もおるなというのが気づいたんですけども、はい、そういう時って神崎さんばりにスルーしても、僕はもうあ、西村くんやと思って、はい、コンビニの前を通り過ぎて U ターンしてそのコンビニに行きました。通り過ぎるスルーはしなかったんですね。そうですね。で、そーっと近くまで行って、はいはいはい、普通のお客さんのふりをしてたんですけど、はいはい、でその時に奥さんの方が先に気づかれて、なんか変な人おると、めっちゃ近い人おるぞと、つけ回されてるでみたいな、なんか それで西村君が気づいて、はい、ああお疲れ様ですと、はい、でその時以降奥さんとは会ってないんですけど、はい、すごく良さそうな人の良さそうな人の良さそうな、あ、まあ、優しそうな、感じの子やったのを覚えてます。はい、はい、すごいいい子だと思いますので、大切に家庭は大切に家庭を大切に気づいていってくれたらなと思います。はい、はい、ありがとうございます。特に絞り出したらこんなもんでした。もしね、もし結婚式とかで、はい、お願いしますみたいにね、急遽なったらね。そうですね。でも本当にね、西村さん会ってたということです。そうなんですよ。あまた無視されたのか店長そこは無視されなかった無視されてないスルー店長、褒めるところがないときは優しそうとか言っちゃうよね。いやいや、でも可愛らしかったですよ。本当に、ね、これはまた伏せてんで、西村さんが出演されたときにみっちりと、はい、行きましょうかね。ちょっとやぶしいさからもじゃあ一言一言入ってる、あ、入ってますよねこれ、うん、これはほうのびくじゃあこれ順番にやぶしさん、神崎スルーしたてよの順番にまたお祝いの一言ね、一言何かいただければと思います。はい、やぶしさん、はい、よろしいでしょうか。はい、この角度でいいですか。はい、カメラに向かってお願いします。はい、V モンキーさんご結婚おめでとうございます。前まで僕が休みの日でも V モンキーさんから連絡あって飲みに行こうって言われてたのに、もう最近全くなくて寂しいです寂しい、はい、一人もんがもうどん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 少なくなっちゃうと思うんで、はい、一人もんの相手もたまにはしてください、お願いしますおめでとうございます。いや、すごい後ろでめっちゃめでたいよ BGM がね流れてましたからね。いや、やぶしさん的にはちょっとやっぱりそこは寂しいところもね。そうですね、チャドさんも、そうだ、チャドさんもどん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 遊んでくれる人が行っちゃったし、結構逃げたりで思います。いや、これはちょっとね、また次はじゃあ神崎スルーしたってよと一緒にね、やぶしさん飲みに行けばいいじゃないですか。いや、この子ね、さっきもその、はい、バシャーって言ったじゃないですかはい、バケツ事件酒癖がね、もうやばいんですよこいつ。あ、やっぱり飲むだけあって酒癖が悪い、もう悪い嫌な酔い方しよるんですよこいつ、絡んできたりねいや、それちょっと今ほんまに今これ言っちゃうと今後ただの愚痴になっちゃうんで、もいや来年その先輩になった時が怖いですよね今まだ一番言うたらね、新卒のあれだから。そうです、ね、来年が怖いですね、ほんまに。神崎さんはちなみにお酒何が好きなんですか。お酒、日本酒が好きなんですけど、はい、明日ね、飲みに行くってなったらまずは飲みに行くってなったら最初はビールは飲みます。はい、ビール飲んで、はい、で、その後はでもやっぱり日本酒とか、はい、で、バーとかだったらウイスキーとかも、あ、ウイスキーも飲む、何でも飲む。はい、でも僕、私炭酸がちょっと苦手なんで、はい、ビールとかはもう一杯目で発泡系はね。はい、いや、ちょっとね、そんなね、神崎さん酒癖悪い言われてますから、はい、ちょっとやぶし、ヤブシーさん若干引いてますからね、そこ、はい、ほんまにもう
そこなんとかすれば矢渕さん一緒に、まあそうですね、まあ可愛いやつではあるんでね、確かに今ね、なんかあのボイボイ2さんが後ろにボイボイ2さんがなんか危機として走ってきましたからねボイ2 またちょっとボイ2さんもあの神崎さんのお酒にまつわるエピソードは何かあるんですか。ちょっとコメントで援護してくれたら ちょっと待っていただいていいですか、はい、僕ものすごく悪印象持たれませんこれ。いえいえ、誰に好印象残してる確かに、あのいやもしね、あのお前さっき何枚が出るって確かにチェリーが揃って15枚洗い出してしかも中でこれどういうことだ、2枚掛け、2枚掛けで神崎さんは本当に酒癖が悪いですちょっとね、おそらくボイボイ2さんからねとりあえずアリアに謝ろうか。誰だろう、アリア、アリア、アリアに謝ろう、誰でしょうね、なんか身に覚えが、アリアには謝ろう、あ、僕っすよね、はい、アリアって誰ですか。神崎さんはとりあえず、え、そんな、泣かした女性がいるんですか。誰、アリア、アリア、アリア、僕知らないです。あ、なるほどなるほど、分かりましたあの、その、怯えながら言うのやめてくれもしかしたらみたいなね、覚えてないだけで、あ、すいません、あの、コメントでいただきました。あの、被弾のアリアってパチンコとかであるじゃないですか。 あ、はいはいはい、あれの主人公が神崎アリアっていう名前、神崎 H アリアっていう名前だったので、アリア好きに謝れじゃあちょっとすいません、あの被弾のアリアのね好きな方にちょっと謝っときましょう。神崎スルーしちゃってよさん、はい、全国の被弾のアリアファンの方、笑顔だな、すごい申し訳ございませんでした真顔でちょっとこれで許していただけたでしょうか、アリアファンの皆様ね。あ、でも笑顔がねすごい素敵ですね。これはちょっと皆さん伏せ店に遊びに来た時はぜひ私の笑顔をドリンクで、はい、確認して、店内にいたら、はい、スマイルプリーズと言っていただければ。その時はスルしない、はい成績店長はスルする、はい、成績店長はスルしてもいいけど、お客様はねスルできないですからね、はい、いやちょっと本当にあのお酒ね、もし布石界隈でチャド伊藤さんとか目撃情報ありましたので、また神崎さん目撃された方は、はい、放送等で教えていただければと思います。お願いします。ちょっと究極 V モンキーペッペ大好き西村が結婚してるとはねって言われてますけど、ね、また家庭持つ人が増えちゃいましたから。え、神崎さん、じゃああとは一緒に行きたい人、最近ちょっと一緒にこの人とお酒飲みたいんだけど行けてないみたいな人はいらっしゃいますか、伏せ店で。そうですね、この牛に比べて今、あ、神崎さん、はい、あ、すいません、一緒にね行きたい方もちょっと聞きたいんですけど、はい、どこで飲むの、居酒屋で飲むの、どこの居酒屋で飲むの、ちょっともう特定入ってますけどちょっと言っときましょう、行きつけのねお店、あの、まあ、協賛店とかじゃないかもしれませんけどこれ言っていいんですかね。いや、協賛店は結構多いですね。協賛店だの可能性もある。そうですね、それだったら、はい、あの、全然大丈夫ですよ、はい、布施店、あ、近鉄布施駅に降りて、はい、イオン側に歩いてたら、はい、キッチョっていうお店があるんですけど、はいはいはい、そこでよく、飲みますね。はい、あの、すいません、神崎さんどんだけ人気なんですか何がいやいやいや、ギャラリーがすごいよちょっとね、神崎さんの晴れ舞台を見に来ていただいたんですね。ありがとうございます。あ、じゃあ、え、地雷屋さんですか。地雷屋ってやってますか。そうですね、地雷屋さんよく利用しますね。ほら、ちょっともうプライベートが、あの、剥がされていく、どんどん神崎さんの、キッチョーかよってキッチョーの他にはそこの地雷屋だったり、はい、で、ここの店舗から歩いて2、3分のところに
中国料理店があるんですけど、はい、ちょっとすいません、かずきさん、はい、はい、失礼いたしました。なめこ通りこぼした。いや、もったいな。あ、え、入ってるんじゃないですか。入ってますね。ありがとうございます。伏せ店から、あ、入ってる。この3分ぐらいのところにトンチンカンっていうお店もむちゃくちゃ近くのね。はい、そこにはもうよく行きます。あの、ファミリーマートさんの並びの、はい、そうです、トンチンカン。はい、え、ポパイは行くのって。ポパイ、ポパイにも、はい、行きますよ。ポパイどこにあるんでしょう。トンチンカンよりちょっと奥側に、本当にトンチンカンと並びが一緒なんで。あー、はいね、はい、トンチンカンかってね、もうあのズバリね、ピンときてる方ね、伏せ近くのお客様でしたら、はい、ちょっと見かけた際は、はい、なんて声かければいいんですか。あ、ご一緒、まあ、急にちょっと声かけたらね、びっくりされちゃいますから、ニコ生見たよとかね。あ、そうですね、声かけていただければいつでもスマイル出します。ちょっと水石店長からあのどういう声かけていいか。バケツの話聞いたよとか。なるほど、バケツの話ね。例のバケツの、あの、バケツ今日も見せてくださいとか。バケツ芸、かずきさんのバケツ芸見せてくださいと。もうあれはできないです。例のバケツ芸、あれはできないです。え、あれ、それはもう本当に初回というか1回目に飲みに行って。いや、1回目ではないんですよ。2回目か。あ、2回目、1回目か2回目やろ。そうですね、もう自分でもセーブできないぐらい飲みすぎて、はい、テキーラもちょっと飲みすぎて、はい、そうですね。ニコ生見たよーでゲロプレゼント。バケツを差し出せばいいんですか。ぜひ差し出してください。あの、飲みに行ってて横の席とかでバケツの話出たらちょっとビクってしますよね。神崎の、はい、その糸バケツの容量がどっちがでかいか勝負したらいいや。まあ、バケツのサイズにもよるとは思うんですけども。はい、コーラ、普通のちっちゃいサイズとかのバケツには買ったと思ってます。自分なんか誇らしげに言わないで。和樹さんは斉藤さんに似てないですか。あ、お、そうですね、斉藤さんだぞ。やる、もしかして。いや、僕神崎なんで斉藤さんだぞじゃないですね。斉藤さんだぞ出るんちゃう。名前のね、案でトレンディー神崎とかもね、いただいてましたからね。そうそうそう、さっき神崎さんだぞ出るんちゃう。そうや、そんなもやってましたね。やってました、ね、そんな持ちネタあるの。やってますね。やってましたね。この無茶ぶりからの受け方がね。やってましたっていう関係にするって、あくまでやらないっていうね。キコーナーはトレンディ率が高いよ。ヒヨコのことですか。なんかピヨピヨっていうのコメントね、たくさんいただいてるんですけど、カズキさん何なんですか、このピヨピヨ。ピヨピヨ、はい、いや、ご存じない。ご存じない、ね、神崎はどうせ声かけてもスルーするんでしょ。まあまあそうですよね。まあちょっとそこもね、皆さん、いや、しないです、しないしないしないです。声かけられたら、はい、ちょっと声かけられたら、あの、いつもの笑顔で対応するということで、はい、まあ、お店ではないですからね、ちょっとそのプライベートはプライベートなので、もしかしたら、あの、失礼な酔い方をしてしまってるかもしれないですし、酒癖の悪さが出ちゃうかもしれないですけど、はい、じゃあちょっとぜひぜひ吉兆さんで見かけたときは、はい、吉兆、時代屋、本時代屋さん、ポパイさん、ポパイさん、お、なめこ。さあ、ヤブシーさんも、はいはい、どうしました。あ、入ってない。はい、入ってない。あの、斜め氷引いて、あーあーってなっただけです。今日ヤブシー特に喋ってないから、最後にサンシャインよろしくね。サンシャイン、サンシャイン、なんでしょう。サンシャインじゃないですか。なんだろう。まあ、最後はでもね、ちょっとその時の、まあ、あの、ね、バケツの時のリプレイをちょっと見たいですけどね。物は出さなくてもいいですけど、どんな感じだったのかね、すごい気になりますからね。あの、再現だけしてほしいですね。あ、サンシャイン池崎のネタです。サンシャイン空前絶後のというやつですね。
サンシャイン池崎。サンシャイン池崎のことや。ああ、はいはい。あのネタをやってほしいと。ああね。お願いします。流す。お願いします。あ、いやでもまあ今日はね。今日はね、主役がね。まあ主役は神崎さんですから。はい、もう最初から言ってましたからね。はい、まあ、ただ時間的にももうちょっとしかありませんので、最後にちょっと神崎さんになんとかねボーナス引いて綺麗に締めてほしいところ。そうですね。ひぴよぴよっていうのは、あ、ふさサイト森口の店長のことじゃないの、ひよこのこと、ひよこ店長のこと、森口のひよこのことを言ってるのかっていう。ふさに似てるから森口のサイト店長に似てる。ちょっとね、一瞬神崎って聞いたときに、あの三国の店長の親戚ですかって思ったんですけど、そこは関係なかった。いや関係ないですね、はい、関係ないです。あれ矢部さん、はい、ボーナス引きました。サンシャイン神崎っていう手もあった。サンシャイン神崎僕も見たいですけど、僕そのネタ知らないです。あー知らない。大丈夫です、 YouTube 見せてくれ。YouTube 見せてちょっと予習した後にね、はい、神崎スルーしたって言うのは鈴木宗男に似てる。鈴木宗男、あの北海道新都大地の。なんか誰かに似てるとか言われるんですか。誰に似てるって言われますかね。斉藤さんだぞ。斉藤さん、斉藤さん以外揺るがないですね。誰に似てる、店長はでもいろんな方に、あ、なんか、あ、君なんかあれに似てるねみたいなよう言いますけどね。店長、水水店長、あ、店長、よくあのいろんな人に、あ、当たってるじゃん。またビッグ引いてるし。え、水水店長誰に似てるって言われるんですか。似てなくて、なんか店長いろんな人が、例えば僕の顔を見て、はい、あ、ネズミ男に似てるねみたいな。ネズミ男。あ、なるほどね。あの名前つけるの得意みたいなね。店長名前つける、あ、そうですね、はい。で、いろいろある中で神崎さんには、神崎スルーしたって王さんには、はいはい、今のところ、なんていう名前、今まで何かに似てるって言ったことあったっけ俺。ない。あら、出てこない。でもよく言われてるのはあれやんな、はい、なんかスナイパーみたいな。あ、そうですね、なんかスナイパー、スナイパー、なんか真顔の時の顔が、はい、周りからしたらめちゃくちゃ怖い言われてるんですよ。なんかそれでスナイパー、はい、なんか目つきスナイパーやんみたいな、はい、ちょっとそのスナイパーの目つきカメラにくださいよ。これが真顔の時の目つき、はいはい、スナイパー、ゴルゴのこと。ゴルゴほど掘り深くはないですけどね。あ、でも掘りは深いって結構言われたことはあります。あ、はいはい。誰なんでしょうね、最初にスナイパーでつけた人。多分西村くんですね。そこで出てくるんだ、はい、吸いすぎ店長、逆に吸われたってよ。何が全然よくわからへん。神崎会社辞めるってよ。ちょっと時間来ましたので、はい、はい、じゃあこの、あ、吸いすぎ店長のピック紹介したら、はい、いやでも最後にね、神崎スルーしたってよさんの、はい、あの豪快なあれが見れると思いますので、で完全にエレベーターを出てからのあれでいいですかね。そう、ちょっと水杉店長と矢部氏さんにもあの小芝居に参加していただいて、はい、絶対 OK です、はい、水杉店長ところで、はい、花火の魅力全然伝わらなかったっすよ。でもこの1時間で、はい、ビッグのみ、はい、ビッグのみですけど、はい、まだ途中ですけど、あ、すごいすごいすごい、立ち盛りが、はい、もうできました、はい、すごいすごいっすね、店長の台、はい、中央っすね、ええ台やいい台っすね。いやそして矢部さんもね、ビッグとレギュラー2回、ビッグ2回、ビッグさんのレギュラー1回ですね、4回当たりましたね、はい、僕も。そして、神崎さんは、神崎はレギュラーボーナス1回だけですね、はい、まあ、パチスロー初心者ビギナー、いや、はい、ビギナーです、はい、ということでしたけど、花火どうでしたか。楽しかったっす。非常に非常に楽しかった。
非常に楽しかったみたいですので、はい、皆さんね、ちょっと花火ヘビーユーザーの方もヘビープレイヤーの方も、花火初心者の方もちょっとね、設定に試していただいて、そして、はい、明日っていうかもう日付が変わって今日になりますけど、はいはい、今日は神崎さん、神崎スルーしたってよさんは出勤は？あ、してます。あ、出勤してるんで。朝から来てもいる？朝からはいないですけど。ちょっと朝からいない。はい、昼過ぎ、夕方あたりからは。はいはいはい。じゃあちょっとドリンクの札見ていただいて。はい、ヤブシさんは朝は？明日は僕も夕方からになります。あ、ちゃんといる。はい、鈴木店長も朝は？僕は明日朝から。朝から？朝から。はい、この花火をうちに。いや、まさかのまさかの店長座ってるみたいなね、先に。いや、今日は楽しかったですよ、棒読みって花火ね、お付き合いいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとオープニングの位置に戻りましょうか。はい、神崎さん、はい、今更なんだけど何歳よ。ちょっとね、途中から見られたかと。23歳と1ヶ月です。誰もアンケート取りますか、あの23歳を信じる信じないみたいな。じゃあ、スタートのところに戻っていただいて、吸いすぎ店長はもう吸うところがないってよって。そうですよ。ちょっとね、吸いすぎ店長のね、名前の由来が結局何だったのかが分かってないっていうね。何だったんだろう。神崎なら一瞬でドル箱にゲロをいっぱいにできますよって。そんな特技いらない、一番いらない。先月誕生日だったんですかってことで、これは、はい、先月の2月の初旬で。あ、さっき、あ、そうか、11ヶ月って言ったから。はい、いや、じゃあちょっとね、最後に、エレベーターどうしましょう。エレベーター出てきて3人で、じゃあエレベーター出てきて、まあ、はい、僕はもうここに待ってたんで。あ、待ってて。はい、はい、で、こう向こうから出てきて、そこに溝がもう、はいはいはい、溝があるんですけど、道路の、はい、はい、もう橋の、道路の橋の溝があって、はい、そこにドバーみたいな。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。明日もまたね、はい、伏せ点、来週入れ替えということで、そうですね、はい、こちらの方も注目していただければ、はい、と思います。まあ、今日見てる方はぜひぜひ明日も来ていただけたらなと。明日ももちろん朝いうところです。はい、明日も朝から来ていただきたいなと。朝10時、はい、オープンですのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは本日も1時までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。はい、それでは、はい、さよなら。さよなら。全部すべてお客様に自信を持っていいお店だと言えるように書きました。同じ思いで頑張っていくことによって今後の目標も達成できるであろうという、はい、願いが込められております。皆様にとって身近な存在になっていただくためにこの言葉を選ばせていただきました。すべての人々に愛される、頑張りが実を結んだ、お客様が満足できるようになっていただきます。ありがとう。でもまだまだこれから200店舗300店舗とノーキコーナーノーライン広がる楽しさのはこのお店で遊びたい。いつまでも輝きを忘れず頑張れ。